Salve ragazze, bentornate nella cucina del bellissimo Minasan, bellissimo no kitchen, eh? Okay, nasaimase, ciao! Vedete, ne chiomo! Con Subarashi Kitchen i maschi domo, ne con Iona, ci sai kitchen demo, Subarashi, ragazzi, ragazzi, Minasan, gambare pa! Restaurant no agi quero ko tomo de kiru kamoshire mase u decidai des ne da gara mina sa isho mi gambare majone isho ke me shu chu shite ma ke nai yo ni gambare masho ye kyo no ryori wa nanto yagi no chizu to kohi no pasta ye最近ちょっとしたスーパーに行くとチーズのコーナーによく見かけることがあるんですね。まあ普通のチーズもあるんだけども、ヤギのチーズも置いてあることがあるね。まあよくヤギの絵、ヤギの絵がついてるんですね。実はこのチーズもSubarashi材料になりますから、ぜひこのレシピ見てください。ね、もうとてもシンプルですから、早速材料の紹介させていただきたいと思います。こちらでございます。はい、もう簡単ですね。 もうまずヤギのチーズ、カプリーノね、ポディフォルマッジオカプリーノ、カープラ、カープラ、カープラはヤギのことです。カープラ、カープラっていうと、人に言うと、まあ日本語のカープライコールアホっていう意味あるね。カープラ、カープラ、ね、有名ですね。そして、生クリームをちょっと使わせていただきます。あとバターですね。そして、なんだあれは、なんだこれ、これ、なんだこれ、これはね、 コーヒーの粉ですね。イスタントコーヒーの粉で大丈夫です。それを使わせていただきますよ。イスタントコーヒーの粉を使わせていただきます。すごいでしょ。パスタは何でもいい。ロングパスタでも、ショートパスタでもいいんですけども、まあ今日はちょっとこう、格好つけるために、ファルファレね。ファルファレ、チョチョパスタを使わせていただきたいと思います。 話しながら、早く始めましょう。お湯沸騰してますので、塩入れさせていただきます。サレグロッソ、ベロベログロッソ。今日ファルファレを使わせていただきますね。今日ファルファレを入れます。その、まあ手で持ちながら鍋の上にキープします。そしてこの中にバターを入れます。生クリームも入ります。 そしてフォルマッジョガブリーのヤギのチーズを入れます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント欄に投稿を忘れずによろしくお願いいたします。 Pasta, caprino e caffè, yaki no cheese, to kohi no pasta, kanse de gozaimasu, okusan! さてさて、早速ね、 味見させていただきたいと思いますね。 さて、どうでしょうね、 相性どうかな、 これね。 どうも皆さん、お疲れ様でございます。今日の料理はいかがでしたでしょうか。なんかね、ミラノのビアモンテナポレオネ通りにあるレストランに入って、このちょっとね、変わったおしゃれな料理を頼んだ感じですね。もう本当にね、コーヒーとヤギのチーズのこのクリームの相性が本当に抜群でですね。まあ、あとまあもちろん好き嫌いあると思うんですけども、まあぜひ皆さん一度試してみてください。本当に。で、コーヒーの量はですね、 ちょっと調整してもいいと思いますね。少なめでもいいし、ちょっと多め。っていうことで皆さん、人生は明るく楽しく元気よく頑張りましょう。美味しいものを食べながらっていうこと。